菅川洋は、日本の政治家、税理士。元衆議院議員。父は、元参議院議員の菅川健治。広島市出身。私立修道高等学校卒業後、日本大学商学部商業学科卒業。その後税理士となる。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、広島一区より出馬したが、自由民主党の岸田文雄に敗れ落選。 2009年、第45回衆議院議員総選挙に、広島一区より出馬。岸田に7918票差で敗れたが、比例中国ブロックで復活し初当選した。民主党は、世襲政治家の問題点から、第45回衆議院議員総選挙を前に、国会議員の三親党以内の親族が、同じ選挙区から連続して、立候補することを禁止しており、 菅川は、父と選挙区が重複しているが、父は2001年の後引退し2005年には立候補していないため、民主党候補として立候補できた。2011年2月23日、原口和弘主導の日本維新連合の準備会合に参加。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による、 消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に政調会長補佐の辞表を提出し4月23日の党役委員会で受理された6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では党の賛成方針に反して反対票を投じた7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された 民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し7月9日の常任幹事会で正式決定した同年7月11日国民の生活が第一決闘に参加した同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の投稿人で再び広島一区から出馬するも 3位に終わり比例復活もならず落選。ありがとうございます。